はい、こんにちは、ジャムです。今回は、はじめネットファイティングソウルの動画撮ろうと思います。ということでね、超装備祭りがね、無料分が、出てきたので、これ引いていこうと思います、今回は。でね、この超装備祭りなんですが、一応ね、ちょっと待って、剣玉も3枠あって、ブライアンホークもね、出るんですよね。っていうか、まあ、均等に、33.3333% ずつ、それぞれが出ますよ、ということでね。まあ、厳密にはね、どれかが一番出やすいっていうか、33.33333434 出やすいのいるんじゃねえのかな、3等分なのかな、どうなんでしょうね。はい、というわけでね、まあ、これをちょっと無料分引いていこうと思うんですが、まあ、とりあえず、普通の剣玉ガチャからいきましょう。いけ。さあ、まあ、ここはね、星6入ってないんで、青木が出ればいいかなと。はい、星5がない。はい、一発目は空振り。まあ、ここでね、出ちゃうよりは、超装備祭りで星6出てくれるのが一番嬉しいんでね。で、ウェアに関しては即属性がいないので、即属性が出たら嬉しいかなと思いますが、こちらも星4すらない。まあ、4があっても、なんだよって話だけどね。はい、じゃあ本命の、装備祭りね、引きましょう。いきます。さあ、来い。さあ、どうでしょう。とりあえず、なんかある。あー、装備で1個だけか。これはじゃあ、ソフトウェアなら嬉しいが、あー、違ったね。で、キャラの方は、星4ばっかりと。あー、石200バックは無料のやつで嬉しいね。嬉しいって言っても、まあ、一番外れなんじゃないかなって気がするんだけど。剣石の枠見ると、あ、やっぱり200が一番外れだね。そっか、ここで1万2000当てるのもありだったな。ありだったなって選べないけどさ。ピンチに比べりゃ。グローブに守られたリングの上など、まあ、今回はちょっと無料分あくびが出ちゃうよ。ジャパニーズ収穫なしって感じですね。なるほどね。まあ、ちょっとこれで終わりもあれなので、ちょっと一回リーグ戦見てみよっか。あれ、何これ。ケンタマボックスがいっぱいです。一体オーバーしています。ケンタマボックスがいっぱいでランク戦に挑戦できません。なんで。関係ないじゃん。こんなんなるんだ。へー、知らなかった。ボックスいっぱいとかあるんだ。へえ、ちょっと待って、あの星4以下売却一括でできるんだっけ。あれ、でもこれ一括でやると、一括でやるとどういう選択の仕方になるんだ。あ、ダメだ、星5とか選んじゃってる。これダメだね、選べないな。ちょっと待って、しょうがない、めんどくさいなこれ。そもそもなんでボックスがいっぱいだとランク戦ができないんだっていうね、これもよくわかんないよね。ランク戦でキャラ手に入るわけじゃないのにね、このゲーム謎だなー。などと言いつつ、ちょっとボックスの中を、こんなもんか。はい、売却しましょう。まあ、これで問題ないでしょう。尊敬するボクサーと聞かれた。よし、じゃあ私はためらわずランク戦一発やってね、今回は締めにしようと思います。その選手は東洋の小さな島国にいる。島国の話してるだろ。ジャパンという名の国で出会った。うわ、侍だと。相手のおやっさん背景が動いてる。それは強い。っていうか、一歩は、なんでみんなチャンピオンケンタが持ってんの、マジで。俺も欲しいんだけど、前の時もそうだったよね。ただ、レベルが低いのかな？こっちが前線してるね。これは、あー、でも相手もおやつさんいるから復活するんだよね。そうかそうか、これはあれだな、
星6は引けてるけど、ティッシュブロー結構新規のプレイヤーなのかな。なんとなくアーニーとかがね、あんまり被ってなさそうな見た目してるからね。あとおそらくね、剣玉連携のレベルは、こっちの方が高いんじゃないかな、この雰囲気は。さあ、押してる。おっと、デンプシー立つか、と大丈夫だね。オッケー、これは、持久戦だけど勝てそうかな。まだ粘る。変える、カウンターが飛んでくる。おっとおっと、行くぜ。さあ、死神の鎌、いや、案外いい勝負だな、これでも。やっぱね、星6個はね、いると強いんだよね。かなり粘られてる。っていうか、こっちのが悪くなってる。負けるか、これ。最初良さそうだったのに。めっちゃいい勝負してるが、オッケーオッケー、また復活。相手も蘇る。カエルはこっちだけでいいのに。うわ。めちゃめちゃ殴られてる。ドンキッシュブロー。ティッシュブローが飛んでくる。ドンキッシュブロー。ティッシュ。さあ、どうだこれ。相手全部復活したな。こっちは引きで沈んでるが、これで蘇る。なかなか仕留められないね。有利な場面は多い気がするんだが。あー、また蘇る。完全復活する。あっとこれはどうなるこれ。厳しいか。でもこっちも生き返るよね。次のターンになったら、っていうかこれ復活と蘇生があって主人公が削れないと。おっと、ちょっとね、青木がお荷物になってきてるかな。プラスが少ないからね、まだ。ただパッシブでよそ見があるはずだから、最善ターンさえ回ってくれば青木は活躍するんじゃねえかなって思うんだが、おっと、やっぱり落ちる。きついな。さっきまでフィッシュブロー、ドラゴンフィッシュブロー。さあ、どうなる。カウンターが飛んでるし、おっとまずい。主人公に入ってる。ちょっと待て、どうなるこれ。まずい。ラウンド7。ちょっと待て、これ気絶するときついな。一気に遅いぜ。さあ、約束があるんだ。あーっと、相手の方だったっていうか、こさあ、どうなる。電波ちょっと最初勝てそうかなと思ったのは何だったんだ。電光石火。ちょっと待て、あー、ついに全部落ちた。しかも動けない。復活、リバーブロやられたな。これはやられた。マジかー、強い。117、やっぱり剣玉連携のレベルは低めだったね。ただそれでもやっぱりチャンピオン剣玉が入ってると強い。なるほどね。もう一回行ってみますか。あー、でも次も同じぐらい長引くとちょっと動画長すぎるかもしれないな。まあ今回はこれで終わりにしとこうかな。ってことで、終わります。ありがとうございました。よいしょ。